はいどうも、ルーでございます。ただいま、緊急で動画を回しております。皆さん、お知らせが来ました。じゃじゃーん。イベント、明日からのイベント更新来たー。本当はね、これ、ちょっと予想しようかなと思ってたんですけども、まさかのね、クラリスだったということで、ちょっとこれしかもエモくないですか？このクリスマス早いな。また1ヶ月やるつもりかな、イベントを。ちょっと区切ってほしいな、2週間ぐらいに。で、まずキャラと連想で、キャラがクラリス。うわぁ、なんか、エロい服着てますね。幸せを守る聖夜のシスター。で、連想が幸せなクリスマスを願って。で、これ多分、ステップアップ召喚これからはもう確実に来るんでしょうね。トワツガイとかも、まあそうだったんですけど、でも、問わずがい、まあ、3ヶ月ぐらいかな。いやー、もうちょっと後かな。半年経ってからかな。なんだろう、ステップアップ召喚っていうのはね、結構来るんですけど、ちょっと安売りしすぎじゃないかなって気がしちゃって、こっちは心配です。キャラは安売りするけど、素材は高いっていう、この、なんか、ちょっとなんか、順番間違ってねっていう、この感じ。ちょっと気づいてほしいなっていうところではあるんですけど、もうちょっとなんか、素材をね、集会で手に入れたいんですよ、素材を。集会で。みんな、なんだろう、ストーリーをね、たくさん回るのはね、大変なんですよ。うん。さっき、コメントでね、ストーリーをたくさん回ってる、アスタタープレイヤーの鏡みたいな人がいたんですけど、まあ、僕も見習おうと思ってるんですが、ちょっとさすがにね、ストーリーを集会して、アビリクストーンとか手に入れさせるのは、ちょっとそろそろね、やめていただきたい。確率ドロップでいいのでね、強化クエストで、やってほしいですね。はい。まあ、こんな感じで、ステップアップがまず来るよと。で、シナリオイベント、キャンドル、ライト、マイファイヤー。これ可愛いっすね。エモくないっすか？ほほほをあからめて、モル君がメリークリスマスを見て、何を感じているのか。なんか、ここだけ少女漫画みたいな展開なんですけど。でも、ここが深掘られるのはちょっと熱いっすね。エモいっすね。いいっすね。ただ、僕がすごい気にしてるのは、クラリスまた強化されんのかと。いうところですね。今もう、クラリスゲーと言ってもね、過言ではない中、運営は分かってるのか分かってないのか、クラリスを押してくる。この恐ろしさ。クラリス持ってる人が勝ちっていうゲームになってしまうんでね。そこはちょっともうちょっと調整していただきたい。属性はなんだろう、光かな、これ。光なんだ。これ火だと思ってたんだよね。火がまだ未だにアーサーしかいないっていうところでね。能力はまだ乗ってないのかな、ここで見れるのかな。伝承選択は、あ、来てるね、これだね。また俺伝承選択引くことになるのかな。今2万あるからな。伝承選択引く方がいいか。性能は出てないのかな。あ、初の星5でのガンですね。ガンと、これ、探検だね。面白いね。ガンスリンガー。いいね。ガンスリンガンガールってやつですね。昔流行りましたよね、アニメで。捕捉不能の遊撃銃士。使えそう。なんかこう、パーボーとか殺してくれそうじゃないですか？クラリスが。仏棒をダウンさせる。しかも3ターン。クレアが、攻撃仕掛ける前に仏棒を下げるっていうのはありましたけど、攻撃した後に、デバフをかけるっていうのは、ちょっと初めてですかね、ゲシュタルトワーストで。まあ、こういうのが欲しかったんですよ。で、こういうスキルが、射程外から攻撃を仕掛けたとき、命中必殺がアップする。これ、またクラリス強化じゃないですか。クラリス、ねえ、こういうスキル、まあ、1個しかつけられないから、回避のこういうスキルをつけられなくなるんで、そうすると、魔術師の方のクラリスにはつけない感じになるかな。だけど、ファントムセーバーの方にはこれつけるよね、きっとね。で、自身が装備している武器の種類が銃、かつ、これね、これ、剣、斧、槍の、に対して、メタレルっていうね。しかも、有利属性なら。で、光だから、パワーボーを殺すためのキャラですよね。で、さらにこれがついてるんで、めちゃめちゃ高いっすよね。そうと、まあ、パワーボーをメタレルっていうところはいいんだけど、このクラリス自体も回避が高くなっちゃうんで、まあでも、銃だからな。銃だから、スピードはそんな速くないと思うんだよな。ただ、ガンスリンが、これはちょっと未知数なんでね、わかんないですけど。残りヒットポイントが 80% 以上の時、回避が 35% アップする。35% アップする。ちょっと勘弁してくれよ。攻撃を仕掛けた時、デュエル後に自身のヒットポイントを 25% 回復する。めちゃめちゃ強くないこれ。でも、この使う場所どこで使えばいいのかなっていうところはありますけどね。絆アクションは、アタックですね。まあ、こういう子がアタックっていうのはな、ちょっと微妙。なんか絆サポートとか作ってほしいですけどね。なんだ、バフをかける。みたいな。デュアルで攻撃する前に、バフをかけてから攻撃させるとか。もしくは、
デバフをかけてから攻撃させる。なんかそういうのがあった方がいいかなって感じはしますね。なんかそんな気がする。なんか絆アタック強すぎますからね。で、物攻16、回避16、重さ3か。これ重さ5にして欲しかったな。強いに越したことないのに、なんで俺ネガティブな発言しちゃったんだろう。いや、強すぎるからだよ、これが。クラリスが。まあでも、サポースターマスはそこまで強くないから。まあ、あ、でも強いか。回避上がるやつこれしかないもんな。これと、パワーボーの靴か。パワーボーの靴超えたんだ。でもパワーボーって SR だから、あ、SR じゃない。星4だからいいのか、別に。これ強いだろう、これ。めっちゃ欲しいな。光だし。だ光が回避燃装ないから、もしかしたら回避燃装が、だったりするのかな。それはまずいだろう、回避燃装だったら。これ回避燃装だったらやばいだろう。いや、でもこれは、マジで強いっすね。うん。このクラリスめっちゃ強いっすね。で、普通の銃使いだったら、得はないんですよね。68か、それでも。賢者より高いな。賢者低すぎるよ。賢者あと10ぐらい高くてもいいよ。ぶっちゃけ。修正してほしい。情報修正してほしい。それは置いといて。まあ、銃使いは、速はそんな速くないですからね。まあ、ていうか、スナイパーより遅いじゃん、賢者。なので、まあ、ガンスリンガー、どうなんだろうな。でも、ガンスリンガーって、普通に考えると、ね、千の奇跡とかでもそうだけど、足速そうだよな。だから70ぐらいは少なくともありそうだよな、速。絶対強い。これはね、皆さん取った方がいいですね。まあ、エレインはスルーって言われてたのね。マーリンもスルーでいいみたいな話で、来てたから。だから、石残ってる人も結構いると思うんでね。まあ、ここはクラリスは引きに行った方がいいと思うんで、まあ、おすすめできるかなと。ね、後半のガチャも光が来るっていうことだから、まあ、ソロモンはまた来ないっていうことで、ソロモンはどうなっちゃうんだろうな。今んとこ賢者は弱いっていうあれが貼られてるから、めちゃめちゃ気になるところではありますね。これがどのくらい回ったのかも気になるけど、まあ、今回のクラリスのやつは結構回るんじゃないかな。粘装も強、粘装、まあ、でも粘装はあんまここまで強くない。感じにしないと、あんまよろしくない気がするけどな、バランス的に。まあ、ぶっちゃけ、俺に関しては、まあ、魔法 20% アップで、風じゃないか。全キャラにっていうのがあるから、まあ、そこにはシナジーあるんだよね。あと、魔法と魔法が上がるってところで、魔法タンクとして使いやすいっていうのと、これがね、あるから。まあ、この燃装が結構強いと、僕は思ってますが。うん。大舞台で使うときとかね。今のパーティーでは使ってないのかな俺は。扱ってるね。魔法も上がるからね。魔女戦とかでめっちゃ役に立つからね。うん。っていうとこですね。で、次のスペシャルバトルとかは、今度は、さすがにね、魔法攻撃が、通りやすいのはなくしてくると思うんですよね。ちょっと魔法攻撃通りやすいと、HP がね、あれだけ高くても、そこそこ時間かかるからよかったけど、今度は魔法攻撃じゃない感じで来るんじゃないかな。違うギミックで来るだろうからね。魔法キャラをおんぶして戦うのが、なんか、デフォルトになっちゃってたらね、ちょっと面白くなくなっちゃうんで。まあちょっとね、緊急で動画を撮りました。まあ、このクラリスに関しては、まあ、カタログスペック見ただけでも強さがすごい伝わってくるんで、まあ、クラリスを持ってる人は、さらに、大歓喜って感じでしょうね。クラリスのね、ファントムセイバーのクラリスのこういうスキル取って、そのガンスリンガーの方に回すっていう形になると、まあ、かなり強いかなっていう気はしますね。まあ、今回のガチャっていうか、キャラは、かなりいい感じですね。クラリスも可愛いしね。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。